はい、明治機構甲府城に来ています。こちらは山の手御門と呼ばれる史跡でですね、ここ一帯が、史跡公園というような形でですね、一般に公開されていて自由に見れるという場所になります。甲府城は話すまでもないんですけども、お城にの跡地にですね、甲府城があったところにその鉄道が通ってしまって、真ん中がこう貫通してしまってですね、分断されているような、そのようなお城になって、西国中国地方ではですね、備後三原城、もしくは福山城とか、この辺は新幹線が通ってしまっているので、完全に分断されていると、あのような上智の形で、福山とか三原に行かれた方はよくわかると思うんですけど、こちらは新幹線ではないんですけど、鉄道が通ってですね、上智が二分化されているという場所になります。で、こちらはもともとその潰した時にですね、何もなくて、それをあえて復元して戻したという場所になりますね。ちょっと場所の確認からいきましょうか。ちょっと分かりにくいかな。ですね、ここに、現在地のその線路と合わせるといいんですけども、これが本丸ですよね。本丸があって、今復元している櫓とかがあってですね、その後は、こちらの方に、北の方にですね、こうちょうど中央線がこの辺ぐらい走っている、鉄道が走っていると、堀があり、ここが御門がありと、山の手、つまり今見てる方が、元の竹田氏館の跡になりますね。竹田氏の跡に入ったですね、何度か城主は変わるんですけども、柳沢氏が特に有名ですけど、甲斐国甲府に15万石という台風でですね、ここを治めたと、その時に大きく修築したと、それまでの城主も何人か変わってるんで、甲府城、つまり鈴ヶ崎館の方は中世の堀と石垣だけですから、あと高台にありますから、割とこちらから言うと飛行がかなりありますんで、あと街道筋から少しずれてますから、南の方へ、ずらして、五街道の整備とともにですね、城下町も、甲府の場合は少し南の方になります。で、この周辺、今の中心地街がこっちの方にあるんですけども、その辺が、城下町と、つまりお城の中心地がここなんですよね。ということで、今見ようとしているのはこの山の手御門で、山の手御門っていうのは主に山の手門があるんですね。で、小口が挟んで、で渡櫓、渡櫓で渡櫓門ですね。上に櫓がついている門というものが大きな建物遺構になります。で、その他は堀、土橋、堀、土塁で、現在入り口のここにいますね。で、ちょっと見てみましょう。ちょっと逆光なんで写し方を変えますが、これが土塁の復元したものになります。で、ちょっと見づらいんで、ちょっと逆に写しますが、今話をした、ちょっとここが、飛び出ている一番高いところが、櫓ですね。櫓門で、左の小さいのが山の手門、入り口の門ですね。2箇所あるという形で、ちょっとそれぞれ役割は違うんですけども、ちょっとですね、長いんで2回ぐらいに分けようと思っています。で、今ここからですね、入っていくと自由に見れる公園、よく見るとですね、ベンチなんかもあるんですけど、こう土塁なんかもしっかり復元されていてですね、当時のものはこうだったんではないかという形で、ここ壊してしまったんで、何か出てきたっていう感じではなくてですね、それらしいものもあったのかもしれませんけど、市街地化してしまったところなんで、一度潰れてしまってですね、それをさらに、さらにというか、復元した、全く新しく建て直した建物と、土塁、石垣などが見ることができますね。で、特にですね、後で話しますけども、この石垣、非常に綺麗ですし、うまくできています。で、コンクリートとかですね、使ってないはずなんですよ、確か説明によると。で、この後話しますけど、土塀とかですね、瓦の部分以外はですね、これ漆喰で塗りはやりますけども、その元になってるのがコンクリートとかで、石とかではないんですよ。竹とか土とか、その昔ながらのこの作り方でですね、で要するに木造建築
建物もそうですけども、まあ、国一本使ってないっていうことはないと思いますけども、大きなその鉄骨を組んだりとかコンクリートの壁にしたりとかではないものなんで、そういう意味ですごく貴重になりますよね。ちょっとこちらから最後ここに戻ってこようと思っています。周りの塀なんかもですね、非常に綺麗にできていて、石垣とマッチして、なんか綺麗すぎるんで、まあちょっと自然じゃないとも思えるんですけど、まあこれも年数が経ってくるとですね、この石の組み方もですね、非常にあの石垣が好きな方はね、こういう石垣好きだと思いますんで、あのよくよく見て回れるというところではですね、非常に魅力的な、全体的にあの石垣多い城ですし、甲府城もそうですけど、かなり高台に石垣を組んでる、そういうお城になりますよね。山手御門についてもですね、分断されたあの北側の方になりますけども、もしくは、元の武田氏の館の方へ向いている山手側ということになりますけど、まあ、こんなような感じですね。通常はですね、あの今日はあの特別でお正月でちょっと無理なんですけど、普段は公開されています。でちょっと今年は入ってないんですけど、以前入った時は資料館みたいになっていて、その模型ですとか展示物がいくつかあると、この櫓の上ですね、これ今日は入れないんですが、普段は入れると、それから合わせて見学するといいと思いますね。であちらがですね、中央線の音がしてますね。駅が右側に見えてますけども、まあ、ちょっとあの夢の小町っていうんですかね、ちょっとですね、観光地化してるお店がこのようなところがいくつかあってですね、ちょっと行こうと直接は関係ないんですけども、城下町っぽいと、それとあそこに櫓が見えますね、甲府城ですから、まさに中央線がここを分断していると。ちょっと人が通ると写しにくいんですけど、でこれがさっき言ってた門の部分ですね。でそこに説明があります。大きな石垣を組んでるという部分ですね。で今あの中央線が特急列車がちょっと人が消えた。あそこに見えてるのはあの時の鐘、つまりここお城の中でしたから、まあ、城下町というか、今度は特急がね止まりました。真ん中を本当に突っ切ってるという場所になりますね。ですからちょっと観光でですね来た方もここの辺はちらっと見ると思うんですが、これが何なのかっていうのはあまり気にしてない方がほとんどですし、もうお城マニアというかお城巡りの方もですね、どうしてもあの本丸側の方へ行ってしまって、こちらを見落とすと。でこれね、あのドブじゃないんですよ、堀を復元しているものなんですね。でここも立派な石垣と、なんだ作り物かと言われるかもしれませんけど、お城はもともと作り物なんで、復元を忠実にしているという点ではですね、まあ、非常にこの石垣の部分をよく見るといいと思います。あの甲府城というか、あの櫓もあのあそこに今見えてますけどね、ちょっと人と車がいるんで、ここはちょっと観光地化しているところなんですけど、右側に櫓が見えますよね。でこの石垣ですよ、まあ、かなり、もうデコボコになってますけど、実際こんなもんだったろうと。ですからあのここにはめたなんか印がありますけど、中をねコンクリートで詰めたりしてるんじゃなくて、石だけで固定してると、石と土と。ですから工法としては昔ながら、ただ使ってるものは石はですね、当時のものがあったわけじゃないですから、別なとこから持ってきて作ったと。でもそれにしても随分立派ですし、あの当時の工法が生かされていると。まあノズレ積みとは言いませんけど、まあ結構なんていうんですかね、組んでうまくこう間に仕切りを入れて、よく見ると全然平ら、離れて見るとかなりたまったらなのかなって思いますけど、このような感じですね、見るというわけになりますね。はい、山手御門でした。